東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車はのぞみ397号新大阪行きです。電車駅と到着時刻をご案内いたします。次の名古屋には19時4分、京都19時41分、終点新大阪には19時56分の到着です。この電車の運転士は JR 東海の桑原です。車掌は東田、小島、パーサーは JR 東海パッセンジャーズの山下、岡田が終点新大阪までご案内いたします。次の停車駅は名古屋です。お出口は左側です。なお、この電車では新幹線フリー Wi-Fi サービスがご利用いただけます。お客様にお願いいたします。お荷物はお手元やお近くの荷棚に置いていただきますようお願いいたします。キャリーバッグなどで荷棚をご利用になるときは落下防止のため荷棚からはみ出さない